ける、ベル&ロスインスタライブをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はベル&ロス銀座ブティックからお送りしております。およそ40分ほどのライブとなりますが、話題の新作時計やおすすめ商品などたっぷりご紹介しますので、ぜひお付き合いくださいませ。早速ですが、本日のスペシャルゲストをご紹介いたします。ザ・ランページパフォーマーの竹地海生さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。いや、男前。びっくりした。びっくりした男前ですね。本当に色気が溢れてます。本当ですか。胸漏れですね。素晴らしい。嬉しいです。はい、そしておなじみサファリ編集部の吉田さんです。よろしくお願いいたします。吉田です。よろしくお願いします。お願いします。そしてベル&ロスの竹下さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ライブをご覧の皆さん、ぜひですね、竹下さんへの質問や時計への質問などどんどんコメントしてください。お願いします。答えられる範囲で答えていただきます。はい、全部答えます。はい、全部答えます。ありがとうございます。はい、心強いです、ね。改めて竹地海生さんのプロフィールをご紹介させていただきます。1998年2月生まれ、2017年1月25日、エグザイルドライブに属する新ユニットとしてメジャーデビュー。はい、ファーストシングルであるライトニングはオリコンウィークリー2位を獲得。はい、デビューして1年も経たないうちに初の全国47都道府県を回る単独ホールツアー、はい、ザ・ランページライブツアー2017-2018ゴーオンザ・ランページを開催、はい、50カ所58公演12万人を動員いたしました。その後も高い人気を誇り続けるザ・ランページと竹地さんですが、はい、まあ、なんといっても竹地さんはエグザイルグループ史上最高の肉体とも言われます。もう肉体美がね、そうですね。いや、まあまあ自分で言うのもあれですけど、はい、そうですね、はい、自分の、はい、いい体をされていらっしゃるんで、はいはい、本当に先日放送された最強スポーツ男子2024では2連覇を達成するなど、アクティブな男性ということで、はい、本当に雑誌サファリとの、ね、相性抜群では。そうですね、本当ぴったりですね。なんかアクティブな方がそれこそすごい読まれているイメージがあるので、自分なんじゃない。編集長に伝えてまさに本当にぴったりだなと思って、はい、はい、改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。そう、改めて今ベル&ロス銀座ブティックの中に私たちはいるんですが、竹地さん印象いかがでしょうか。いや、すごいですよね。なんかこうパッと入った時にこうワクワクするような、何があるんだろうっていう、ワクワク感が止まらない感じがして、自分なんかすごいずっとキョロキョロしてますね。本当にスタイリッシュな空間ですね。はい、スタイリッシュですね。こちらブランドのアイデンティティを航空の世界からインスピレーションを受けているんですよね。はい、あの創業者であるブルーノとあのカルロスがあれ、あの航空の世界大好きなので、お店作りに関しても例えばこの床、うん、こういったところはその滑走路、滑走路だったのをイメージしています。で、天井をご覧いただくとこちら上のね、やっぱそうですよね、うん、はい、飛行機の誘導灯ですね。そうですね、もうサファリの読者の皆さんはもしかすると知ってるよっていうところかもしれないです。このくだりも5回くらいやってるんで、足掛けさんで5回やらせていただいて、素晴らしいですね。すごいですよ。竹地さん、こちらのコンセプトいかがでしょうか。いや、すごいですよね。なかなかこう合わさらない2つが融合して、うん、なおかつスタイリッシュってなるとやっぱ男性が憧れるっていう、うん、まさにそのスタイルだなっていう思います。すごい新鮮で、おっしゃる通りワクワクしますよね、はい。そしてこちら銀座ブティックではベル&ロスの全モデルが見られることも大きな特徴なんですが、早速こちら、はい、その後ろですね、こちらの右手側にはショーケースが4つ並んでいるんですが、手前から航空、そして次がダイバー&ヴィンテージ、そしてアーバンモデルの BR05、 そして BRX5 の各コレクションが陳列されています。あ、案内ありがとうございます。いえいえいえ。では一番手前の航空エアコレクションから見ていきましょう。竹下さん、説明をお願いいたします。はい、こちらも航空、まあ、という、まあ、ベル&ロスのアイデンティティですね。もう本当に航空というとそのワードから、インスピレーションを受けて作られております。正方形に丸という非常にまあユニークで、かつ、飛行機のコックピットの航空ケーキからそのままそれをリストに載せようというインスピレーションで時計が作られているシリーズ、うん、まさしくベル&ロスの、 その、まあ、アイコン、ベル&ロスといえばこれというイメージが、はい、おそらく一番強いシリーズなんじゃないかなというふうに思いますね。
その角型のケースに角に4つのネジがあるこのワイルドな雰囲気ですが、はい、いかがでしょうか。いやもうかっこいいですよね。こう一回見ただけで覚えるっていうのはなかなか、はいはい、象徴的な形ではあるので、はい、僕も覚えてしまいましたね、はい、まさに本当にブランドを象徴するコレクションです、うん、では次のショーケース見ていきましょう。こちらの説明書記者さんお願いいたします。はい、こちらは、左側がメインになっているんですが、はい、BR-03 のダイバーズウォッチになります。はい、BR あのベラノロースはですね、まあ、こういうプロフェッショナルあのプロのダイバーさんなどもしっかりその現場で使える時計というのを、作っております。まあ、カラーバリエーションも非常に豊富ですし素材感も、何種類かで作っているというシリーズになりますね。で続きましてその右側のシリーズが上の方になるんですがラウンド丸型の時計になってきます、
中心にいさせていただいているようなシリーズがこの BR05 かなというふうに思います。今日の服装もよく合いそう。いや、合いそうですよね、いや、かっこいいですよね。なんかこのスタイリッシュって結構こう難しいじゃないですか、はい、何を取って何を取らないかみたいな、はい、それがすごいこういいところ取りを全部しているようなデザインだなっていう印象があるんで、はい、まさにこうかっこいいっていうイメージですね、スタイリッシュで、はい、ありがとうございます。では4つ目のショーケース見ていきましょう。こちらどんなコレクションになりますでしょうか。はい、こちらは真ん中右側になるんですが、BR-X5 といいまして2022年に発表されました BR-05 の上位互換シリーズになります。こちらはムーブメントもですね、今までの BR-05 よりもさらにハイスペックになり、横から見ていただくと数字だったのが、はい、このバーのインデックスにまたなったんですよね。そうですね、はい、こちらはバーインデックスで少しスッキリとしたデザインになってますね。そして日付窓が少しまた大きくなって視認性が高くなった。はい、今矢沢正志おっしゃっていただいたその視認性というのはですね、ベラーノロスの時計を作る上でも非常に重要な要素の一つになって、やっぱり見やすい時計っていうのを非常に大事にして作っているので、それをきちんとこう担保したっていうところはありますね。やっぱり羊がね、航空時計だったりするそうですね。はい、時間とかやっぱ視認性がちょっと曖昧なものですね。そうですね。ちょっとあれですからね。そこはやっぱりブランドとしてやっぱりかっちり担保していく。こちらの BR-X5 いかがでしょうか。いや、もうまさに高級感がすごくあるっていうのが印象的で、うん、かっこいいですよ。ずっとかっこいいけど本当にかっこいいですよね。もう少し語彙をいやでもかっこいいですよ。好きますよね。わかります。これが男性つけてたらやっぱモテますよ、絶対。でデザインも本当にいろんなお色味があって遊び心がありますよ ね、かっこよさの中に、はい、ゴールドのコンビモデルもあれば、はい、カーボンのものもあったり、こちらは真ん中の左側は BR-05 のクロノグラフになってくるんです、うん、X5 はこちらですね、うん、はい、さてここまでベル&ロスの素敵なラインナップずらりと見てきましたが、ここからはですね、竹内さんにぜひおすすめしたいモデルをいくつか見ていきたいと思います、はい、ではこちらへお願いいたします、はい。こちらのソファーで実際にですね、お客さんは時計をご覧になっております。そして周りもですね、航空関連のアイテムにディスプレイされておりまして、世界観に没入できるようになっています。ここは本当なんか木目調で本当上質なラウンジな、ね、形でゆっくりこう時計を見ていただける空間になっています。すごい。こちら実際に使われていたものたちなんですね。そうですね、はい、めちゃめちゃかっこいいですよね。やっぱりこうケーキですね、うん、いつ見てもワクワクするこのディスプレイとなっております。では皆さんお座りくださいませ、はい、失礼します。では関係者さん、まずご紹介いただけるのは何でしょうか。はい、先ほどちょっと G ケース、ガラスケースに飾られていたんですが、最新作の BRたくさんコメントいただいておりまして、はいはい、カイチに時計プレゼントお願いしますそこにお願いします、書いてあるでしょ、はい、僕に決済機はございませんなるべく頑張ってみたいと思いますので、はい、ありがとうございますぜひ皆さんも一度ブティックにお越しいただければ、はい、同じ場所に座っていただければ、はい、ではご説明お願いします、はい。今回この BR-05 のシリーズで初めてですね、セラミックという、まあ、非常に堅牢な素材を使ったシリーズになっております、うん、でご覧いただくと分かるんですが、非常にこう光の影響によってキラ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 と、うん、美しいですね。綺麗な本当に時計ですね、うん、ライブでも伝わってると思います、はい、でモデルとしましてはこちらのスケルトンモデルと、あとアラビア数字についた三芯モデルと、
側の今ご覧いただいているスケルトンのセラミックブレスはラバーブレスに付け替えてご使用いただくこともできますし、ラバーブレスが付いている時計も販売しております。今日僕付けてるのはこれラバーブレスなんですけど、吉田さんも付けていらっしゃるのもラバーですね。真ん中のデザインですね、はい、ラバーブレスめちゃめちゃ付け心地よくて、うん、これからの時期夏場とかそうですね、うん、やっぱりこっちの方がやっぱアクセシビリティっていうかね、うんうん、使い心地使いやすくていいですよね、はい、すごい上質な関係ですね、うんうん。であのこの仕上げがですね、本当に今回 の, そのハイライトといいますか、うん、近くでご覧いただくとヘアラインの仕上げの部分と、あと鏡面あの仕上げのパーツ、のヘアラインのちょっと光の抑えられた、うん、要はこの本当に光の影響をしっかりと受けてくれるという、まあ、組み合わせの仕上げになってるんですね。これが今回のこのセラミックシリーズは本当にハイライトですね。やっぱセラミック自体素材自体がすごい硬いんで、そうですね、硬いので、そこにやっぱりこう筋目のヘアラインを加工技術で乗っけてくるっていう技術力の高さ、そうですね、本当ここスイスのジュネーブのハップフェアでもすごい話題になってました。ありがとうございます。すごい。傷に強くさらに美しい時計ってなかなか、はい、ですよね。うん、非常にこうあとはその、まあ、今傷というお話もありましたけども、重さの部分でもステンレススチールと比べて大体まあ 20% ぐらい軽くなるんですね。なので程よい付け心地と、うん、そしてその非常に超耐久力を兼ね備えたシリーズというのはこの BR05 のブラックセラミックシリーズになりますね、うん。こちらにマットの加工のものがあるんですが、こちらは、まあ、今回このブラックセラミックシリーズ発売にするにあたってですね、限定アイテムということで、うん、世界限定500本で作られました。これはちょっとマットのサンドブラストっていうんですかね。そうですね、はい、こう艶消しの形でまた通常のモデルとは趣が違うんですけど、ケースからブレスまでが全てマットになっております。そうですね。で先ほど、まあ、ベル&ロスというブランドがそのアイデンティティ航空 の, 世界というお話させていただきました。こちらのマットセラミックのタイプはそれこそステルス戦闘機、ステルス戦闘機って逆にこう目立たないようにして動いていくっていうところなの で, そ, で、ね、あ、そこのイメージって非常に強いですね。航空機ってそのブランドとの親和性もすごい高い素材でありますよね、うん、セラミックは、はい。ちょっと一つ一つ見ていきたいんですが、こちら手に取って、あ、もちろんぜひ、じゃあぜひ、竹地さん、はい、つけていただいて、はい、あれ今日つけているのが、はい、後ほどご説明させていただく、これも最新作ですね。同じ日に発表になりました、BRX5 の、チタン、はい、チタニウムの、はいはい、素材となっております。シリーズになってます。かっこいいですが、ブラックセラミックから行きましょうか、はい、どちらから行きますか。竹内さん、ちょっと見ていただいて申し訳ないです。はい、すごいですね。これですかね、はい、こちらが、こちらが、BR05 ブラックセラミックのスケルトンモデルになりますね、はい。そしてつけて、はい、ムーブメントがスケルトンになっているんですね、はい。そしてちょっとこうスモーキーなガラスになっているので、うん、文字盤、これもやはりですね、見る角度によっては文字盤があるように見えたり、スケルトンでしっかり中のムーブメントが見える角度であったりっていうの、うん、両方楽しんでいただけるような作りですね。このオールブラックなんですけど、見え方によってまた色が違う、サイドが違って見えますね、はい、奥行きがあります。つけたやつ買いますって方がいらっしゃる。ああ、本当に即決してくださっていいですか。東銀座徒歩1分銀座の実行待ちしております。はい、ぜひ今ならお取り置きまして似合いますねっていうコメントも。小木さん、めっちゃ似合う。そうですね、やっぱりマッシブな体格なん で、ね、あ、黒のセラミック、はい、男らしくてすげえ似合う、うん、重さもあってつけてて気持ちいいですよね。つ、はい、け心地すごくいい時計ですよね。つけ心地がいいです。ちょっと所有感がありますね、はい、めちゃくちゃかっこいいですよ、ね。
スケルトンの時計ってともすると、その、時間が見にくかったりっていうこともともするとあったりするんですが、先ほどお話しさせていただいたように、ベランドロスは視認性を非常に大事にしております。なので、スケルトンなんですが、ちゃんと見やすい。見やすいですね。時計ですね。本当にお似合いですよ。かっこいいです。素晴らしいです。でもこれもう予約がちょっと入ってかしこまりました。あと3本も。あと3本。楽しみですね。なんかインスタライブしがいがありますよね。後ろムーブメント後ろはどうなってるんでしょう。あ、裏側もこれはスケルトン。スケルトンです。はい、やっています。なので時計好きの方は裏側見て楽しまれる方、シースルーバッグになっている、はい、いらっしゃいますが、そちらももちろん叶えられます。はい。はい、なんかタイヤのホイールのような、はい、ね、デザインですよね。ローターというそのゼンマイを巻き上げる自動で巻き上げるパーツがタイヤのホイールをイメージして作られてますね。うんうん、本当に美しい、なんでしょう、もうなんか宝飾品のような時計ですよね、はい、オールブラックで傷に強く美しいということで、では2本目、うん、これはどっちかというと、まあ、マスコミモデルというか、なんか一番、ね、そうですね、露出が多い、スイスでもこの時計が一番のこうビジュアルで、うん、はい、はい、バンと出ました、ドーンとやってましたね、ドーンと出ました、スイスでドーンと出ました、ドーンと出ました、キラキラとした印象ですね、はい、こちらはベルアンドロス の, そのアラビア数字、うん、まあ、よく、まあ、対応してきましたアラビア数字を採用した中三種のシリーズですね、うんうん、でこのブラックセラミックで非常に男らしいデザイン、うん、堅牢なイメージだと思うんですが、そこにちょっと丸みを帯びた伝統的なあのアラビア数字を入れることによって少しこうなんて言うんでしょう、抜け感じゃないですけど、はいはい、を演出してくれる、はい、なのでこのバランスが非常にいいかなというふうに思いますね、はい、キラッとしているんですけど、こう黒を基調にしているのでいやらしさがないですよ ね,、はい、すね、上品、うん、でシンプルでとても使いやすそうですよね。これは本当なんかつけるシーンとか、うん、つける方のキャラクターとか、うん、問わず問わず、あと白のインデックスやそのメモリがメリハリが来るとねありますよね、はい、これもとっても見やすいです。でちょっとしたこだわりなんですが、はい、3時1のところに日付がカレンダーがついているんですが、本当だ、皆さん見えますか、3時1です。その外側非常にこう小さく、スーパールミノバのメモリもちゃんとつけてるんですね、うんうん、なのでこれもやはりその視認性というところであったりっていうところ、はい、まあ、これなしで作ることもできたと思うんです、ただきちんとそこは無駄協妥協せずに非常に小さいルミノワもちゃんとメモリのところに置くという、うん、まあ、こういったところに我々としてもちょっと感動を覚える、はい、と部分ではありますね、うん、服装が爽やかだから時計が映えるなと、ああそうね、仕上がる、うん、僕というよりも多分時計がよりね今日素敵にね、はい、つけてるから、はい、じゃあちょっと限定モデルも、はい、マットだね、はい、かっこいいですよ、なんかマット僕大好きなんですよ個人的に、うん、ああそうなんですか、はい、なんでいいですか、ね、全部艶出しされていたものですが今回すべてマットですから、うわ触り心地が全然違う、はい、そんな、ありがとうございます、そうですね、いやなんかこうツルツルしてますね、はい、はい、仕上げが違うとその肌触りっていう腕に身につけるものっていうところ、うん、全然違う、はい、蓄光って言われるんですよね、そうですね、はい、これは見やすいですめちゃくちゃ、グリーンの、はい、スーパールミノバ要は夜光塗料を採用しております、うん、マットブラック一押しって方いらっしゃいます、いらここにまたいらっしゃるかもしれません、一押しが決まってる最近街中でも、はい、非
常にこう高級な車で、はい、ナットブラックで仕上げてる車、うん、あるじゃないですか、すっごい高いじゃないですか、ダースだと思うんですありますよね。そうするとやはりこう他の車と違うので、折、ね、ってやはり目で追ってしまったりすると思うんですよね。それと同じようなと思います。車のマットブラックの塗装ってかっこいいんですよ、ね、かっこいいですよ、ね、やっぱりね、ちょっと目立つんですよね、ホコリとか、うんうん、時計はそんな心配いらないですよ、ね、あ、そうですね、すぐだけですから、石尾さんさすがです、ありがとうございます。さすが車はもうでかいから便利はない、はい、マットブラックを時計で叶えるっていうのはもう確かにね、そうですね、マット欲をここで叶える、時計で叶えるのもいいですよね、はい、いかがですか、手につけてみて。いや、このなんかこうしっくりきますよね、しっくりきますし、うん、多分こうなんだこの時計ってなると思うんですよ、うん、初見で、うん、マットブラックだし、うん、見やすいしってなると多分一番こう印象に残るかもしれないです、うん、僕の中では、うん、はい、ちょっとミステリアスじゃないですけど、あ、そうですね、どういう男性なんだろうというか、うん、こう何つけてんだろうみたいになる時計だなっていうイメージが、はい、そしてあのちょっと壮大な話になってしまうんですが、はい、まあ、全世界でまあ今人口がこう70億、80億人いる中で、はい、もう500人しか所有することが500本許されないので、500分の1、はい、そしてベランダロス、はい、おなじみのこれがその夜光ですね。まあ、夜になって暗いところですと、まあこういうふうなイメージで映ります。でこれちょっとライトを離してみます、うん、かなり光を今集めて映してる状態ですね、うんうん、ライブでも伝わっていると思います。すごいビカビカっすね。まあコメントでカットさんがつけてる、あの竹地さんがつけていらっしゃるから、はい、あのちょうどよく見えるけど女性だと大きいですかっていうコメントがあったんですが、はい、いかがでしょうか。あのこちらはあの41ミリというサイズなんですけれども、はい、あの最近女性の方でも40ミリ、41ミリされる方が増えてきてます、うん、実際にベランドロスのブティックでですも、うん、あのでもですね、あのこの40ミリ、41ミリ、うん、あのをめがけていらっしゃるお客様いるので、うん、あの実際につけていただけると少し大きいかなと感じるかもしれませんが、うん、あの実際に着用されている方あのいらっしゃいます、増えてます、うん、そしていや増えてますよ、ちょっと大きめの、ね、時計をつけるのがまたそれが抜け感になったりして流行ってますよね、はい、そうですね。でまた色が黒なので、うん、あの黒ってあれ締まった色じゃないですか、うん、まあ、そこは吉田さん専門で、ここで言えば吉田さんなんでキュッとね見えるね、はい、ってことはもう竹内さんとお揃いでね、そうですよ、お揃いができる、お揃いでもう着れる、着用できるそうです、うん、ぜひ行けますですね、しかも耐久性も強いんで、強いそうですね、手が当たったりしてもらって、はい、でも気づかないですから、うん、大ぶりですけど女性も全然ありなサイズ感ですので、うんうん、女性もつけられますよ。そう、大きめのサイズをね、つけ女性は手首がね小さく細く見えたりもしますので、はい、うん、そういう利点もあります、はい、こちら500分の1ということで後ろの方にまた刻印があるんですよね、はい、そうですね、ちょっと見せていただいていいですか。ちょっと暗いんですけど、ナンバーが入っておりまして、はい、真ん中のアンドマークの下の部分に500分のという見えますかね、見えますかね、ちょっとごめんなさいね、はい、皆さん少しだけお手手かわいい時計を見てください。竹地さんのお手手がかわいい、お手手がシリアルナンバーが500分のという形で入ります、うん、この部分ですかね、はい、うん、ナンバーすごい、あ、皆さん見えてるかな、ちょっと 見えず、ちょうどね小さいのでちょっと反射で見えないかもしれないんですが、いかがでしょう。あ、見えやすいかな。ちょっとすいません。ててお手手ってすごいコメントが来てますね。このナンバーは、はい、そのまあ、世には一つだけの、はい、うん、本当に自分だけの時計という特別感があります。さんのファンは竹地ギャルズって言うんですか。あ、そうです。僕のプロレスを見に来た方が、はい、はい、プロレスの選手の方が僕のファンは竹
チギャルズだっていうふうにおっしゃって、すごいそこからギャルズがめちゃ溢れてる、あ、本当ですか盛り上がっておりました、盛り上がってました、はい、そしてもともと武智さんがされていた、はい、はい、もう一度していただきたい、スターリングのモデルですね、こちらまたグレーはいなんですね、サンドグラスとの、このこれもやはりマットな仕上げですよね、はい、うん、そしてこちら今期の新作、はい、PRX5 というシリーズ、まあ、最高峰モデルですね、うん、まあ、あのゼンマイを最大まで巻き上げた時に70時間あの動いてくれる、持続してくれるので、はい、長いですよね、長いですね、70時間は本当にもう3日分ぐらい動いてくれる、うん、そしてそのパワーリザーブが文字盤のちょうど9時位置のところに、要はガソリンメーターのようなイメージで、あとどのぐらい動くのかっていうのを一目で、はい、表示してくれます、助かりますね、でこれを例えば、もうガソリンがなくなってしまった状態、時計が止まってしまった状態でご自身で手で巻いていただくとメーターが上がっていくので、なのでその自分でパワーを注ぎ込んで、はい、というのを楽しんでいただける、はい、手巻きの時計から自動巻き、まあ、こう 手で巻くのが面倒だから自動巻きが生まれたんですけれども、うん、はい、それを逆手に取るような、男性は結構そういうとこ好きだった、好きですね、好きなんです、好きですね吉田さんいかがでしょう、いやいいですよね、やっぱりこうね、自分でこうねエネルギーをチャージ、はい、そうですね、愛着湧きますね、はい、そうですね、うん、そしてこちらとってもねちょっと重厚感があって重そうに見えるんですが、実際違うんですね、軽いんです、ありがとうございます、全然そうです、僕さっきこうつけてて、はい、あ、重いんだろうなと思って撮った時にやっぱ思ってたより全然軽くて、はい、かつつけた時も全然軽いんですよ、そうですね、ですよね、だから普段長くつけられる方とかはすごくおすすめかもしれないですね、確かに、はい、長い間お仕事にしないといけないって方はやっぱ持続力もあって軽いってなると多分すごく最適な一本なのかなっていうのは感じますね、はい、このチタンという素材が、まあ、そのステンレスチールなどと比べても3分の1 の、はい、あの重さ、うん、右手にしますか、あ、そうですね、もうそこまでそこまですごい、でもこれも重厚感あってすごいかっこいいです、はい、うん、すごい全然違うわ、このちょっとね重い感じがね、はい、このつけてる感が、そうですね、なんかね、はい、つけてる感があっていいよっていう、いいですよ、仕上げが異なっているので、はい、動きによってかなりキラキラと光のエフェクトを受けるようなデザインなので非常に対照的です、ね、中の機械は同じになります、はい、すごい全然違いますよ、本当にどちらもお似合いですよ、ありがとうございますチタンは低刺激性ですので金属アレルギーがあるよって方もその金属アレルギーが起こしにくかったりまた選択肢が、ね、はい、広がりますよね、そうですね、はい、うん、とっても素敵です、武田さん、これ実はですね、はい、ちょっと大変そうなので一旦こちら外させていただきます、時計の、はい、横から見ていただけますか、うん、はい、はい、多分横のこのから見ることってそんなにないかもしれないんですが、立体構造になっているんですよ、マルチコンポーネント構造といいまして、はい、時計のケースを作ってムーブメントを機械を中にポッて乗せて裏蓋をして閉じるではなくてですね、複雑なパーツがサンドイッチしたような作りになっているので、それによってより軽量感であって、あとはそのそれよりもその立体感をつけた時の、はい、そういったものを表現しているんですね、うん、
まあ、これも非常にこうベル&ロスらしい、はい、その固定概念をこう壊すような、はい、構造の時計ですね。これポーズがコナンみたい。出る出るのね、のピッてやるやつね、出るって出るやつ。コナンがめちゃくちゃ並んでました、ね。すごいですね。うん、本当だ。横から見てなんかね。光沢とそのストイックさがまた何とも言えない色ですよね、はい、うん、ありがとうございます。本当にこうものづくりをする時のこうストイックさっていうのは、うん、非常にベル&ロスという、 こうブランドあるなと、そういう意味ではこう武志さんも普段ストイックに、はい、あのトレーニングなさってると思うので、うん、相通ずるところがあるのではないかなと。いや、そうですよね、うん、いかがですか武志さん。なんか本当刀みたいなイメージですね。複雑なんですけど、思いっきりこういろんな工程をつないでいって、うん、スタイリッシュな刀を見てるイメージに、うん、なんかイメージになっちゃいましたね。確かにすごくいい言葉ですね。あ、本当ですか。なんか本当研ぎ澄まされてるので、うん、どれもどれもがやっぱそのそれこそその多分何工程も何工程も、うん、職人さんが手間暇かけてこういろいろやってるっていうのが伝わるので、なんかまさにその一本だなっていう、うん、はい、思います。ありがとうございます。それに全て今回ブラックシリーズでしたけど、一つに黒といっても、まあ、白は200色あんねんじゃないですけど、なんかいろんな味わいがありましたね。そうですね。お二人が気になったモデル、ぜひ教えていただけますか。では吉田さんから。僕から言っちゃっていいんですか。逆に、あ、ぜひ。逆に。でも今日は着用している、はい、やっぱりこちら、こちらですね。どういったところが、いや、本当にセラミックの表面の仕上げ、うん、この縦に入った筋目の加工がやっぱり今回しているっていうのは本当に美しいんですね。綺麗ですね。この技術力っていうところ。ラバーでカジュアルなはずなのに、そうなんですよ、ね。上品さがすごく残ってて。でもやっぱケースとこのベゼルのこの存在感だけで、うん、やっぱり十分にもう、はい、どんなシーンも所有欲満たしてくれる。うん、夏場はやっぱりこのラバーのストラップ、うん。これからにぴったりです。軽快につけるのはいいなって思いました。はい、フィット力というかもそうですし、あとはこう育てるってさっきおっしゃってたんですけど、うんうんうん、そういう機能もあったりとか、あとは自分はそれこそダンスをするんですけど、うんうん、ダンスしても多分絶対邪魔にならないっていうのはなんかすごくこう普段から使いたい一本だなっていうのを含めるとこれかなっていう、はい、本当にお似合いです。あ、本当ですか。はい、もう本当にあのギャルズたち、あ、はい、ギャルズ、はい、ギャルズも、はい、ご購入になるんじゃないかなと思います。あ、本当ですか。僕のおすすめはこれです、皆さん。ぜひ銀座ブティックにお越しくださいませ、はい、さて名残惜しいのですが、そろそろお時間となってまいりました。実は、はい、今日さんと一緒にインスタライブする前に実は、はい、雑誌サファリ、お、あ、そうです、方で、はい、紙面の撮影を、はい、さっき行いまして、はい、実は今日お見せしていただいた時計、はい、ではない、ではないもの、まだ内緒の最新作をつけていただきました。はい、はい、それは締めを見てのお楽しみということですね、はい、そうですね。6月の25日発売のサファリ8月号で、はい、ゲストに出ていただいて、はい、めちゃめちゃかっこよかったですよ。いやいやいや、もうなんか衣装も、はい、これちょっと綺麗めじゃないですか、そうですね、もっと男らしい武志さん、はい、ワイルドな、結構セクシー寄りな色気のある、あ、そう、色気ありますね。いや、嬉しいです。なのでぜひ6月25発売、はい、サファリ8月号でこちらもチェックしていただきます。ぜひお願いします。ぜひご確認くださいませ。はい、鈴武さん本日いかがでしたか。はい、いや、もう楽しかったです。なんか時計の世界もそうですし、あともうこのやっぱこうパッと見ではわからないような
奥深いところまで教えていただいて、なおかつこうそれの対するこう情熱であったりとか、この一本に対するこう覚悟みたいなのがすごい伝わってきたので、皆さんもぜひ時計を選ぶ際はそこまで注目していただけると、多分より大切な一本になりますし、思い出の一本になると思うので、はい、ぜひそこまで注目して選んでみてください。ありがとうございます。見ていただいた皆さんにも、ね、ベル&ロスの魅力がしっかり伝わったんじゃないでしょうか、はい、ここベル&ロス銀座ブティックにはただいまご紹介した時計をはじめベル&ロスの全てのモデルが揃っていますので、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りくださいませ。そして本日のインスタライブはサファリの公式インスタグラムに後日アップさせていただきますので、見逃してしまった方はぜひそちらからご覧ください。